アクション。はい、どうも文月しのぶです。私サラリーマンをやっております。毎年4月になるとね、弊社にも新入社員とか入ってくるわけで、新入社員の歓迎会とか、どこの会社でもやると思うんですけどね、うちそれにたがわずうちもやります。で、今年は私と部下のルーキー、これ2人で幹事をしまして、4月の第1週に、居酒屋をあらかじめ予約してたわけでございますよ。といっても弊社は慶応大学の三田キャンパスの近くにありまして、要するに学生さんたちの新歓コンパともろかぶるんですね。それこそこの時期居酒屋なんてもう、激混みで予約の取り合いなんですよね。なんとか取れたってちょっと安心してたんですよね。予約してありますから、席には指定されまして、2時間飲み放題確保できた、よかったって思ってて、さあ当日になっていざ行ってみたら、宴会場に鍋は置いてあって、で店員さんが、きっとその鍋ね、火つけてくれるのかなと思ったら、店員さんが現れないんですね。なんだろうって思いながらガヤガヤしたら30分経ったんですね。鍋火つかないし、何よりもまだファーストドリンクも来てない。2時間の飲み放題どうなったんだ、ちょっと怪しいぞ、どうなった、いやいやそろそろ店員さん来てよって思って、ちょっとね厨房に殴り込みに行ってきますわって言って、ちょっとお偉いさんもなんかイライラしたから行ってきますわって言って、で実際行ってみたら、私だけじゃなかったんですね。なんか他の団体さんの幹事さんなんでしょうかね、もう5、6人厨房の前でなんかもういっぱいうじゃっといて揉めてるんですよね。もうこんな店二度と来ないとか、もうやり合ってんですね。揉めてて、でもう店員さんも「ああすいません」みたいな平謝りしてて、これどういうことかなってよく見たら、厨房というかそのね、厨房ですね、そこに店員さん 2,3 人しかいなかったんですよね。いろんな団体さんいっぱい来てるそんな繁忙期に店員さん3人で回してんのやべえなって思ったんですよね。でそうこうしてなんか一悶着している間に、他の団体の幹事さんがちょっと言ったんですよね。もういいよ、ビール自分で継ぐよ、ビールサーバーもう開けてよ、もう自分で継ぐから、もういいよいいよって。店員さんも「あ、いいですよ」って言ったんですよ。したらもうみんなビールサーバーに並んで、もう自分も並んでね、もうピッチャーで継いで「はいできた」って言って持ってってみたいな。結局自分で継いで、さすがにカクテルはね、いろいろレシピとかもありますから、ではメニューを紙に書いて取って、自分で伝票ですって回して伝票じゃないけど、で飲み放題のドリンクをもらったらお盆で持ってきて「はいレモンサワーの街」とか「俺バイトしてんな」みたいな、なんかおかしなことになっちゃったんですよね。なんで高い金出して宴会で俺バイトしてんだろうみたいな、すごいなんかね意味わかんねえなって思ったんですけど、でもなんかある種新しい歓迎会の形だなって思いました。だから新入社員の皆さんには言いたい、これが接待だよ。違うな。With your